美味しかった？うん、美味しかった。またぶっち作るでね。今日は愛犬家の憧れの的、ぶっちを手作りしてみようと思います。ぶっちのホームページで原材料を検索すると配合割合が出ていたので、それに基づいて材料を集めました。ビタミン、ミネラル類などはサプリを入れる方法しかないので、それ抜きで作りたいと思います。レッツクッキングぶっちバージョン。材料はこれだけです。とってもシンプルなんですね。それではぶっちを作っていく。まずは野菜たちを細かく刻みます。フードプロセッサーがあれば短時間でできちゃいます。こんな感じ。次はささみとマグロを適当な大きさに切ります。切ったささみとマグロをフードプロセッサーに投入します。ちょっと入れすぎたかなとドキドキしましたが、20年愛用のフードプロセッサーちゃん、なんとか頑張ってくれました。ここで玄米を投入します。混ぜ混ぜ、こねこね。ぶっちの練り物ができました。ぶっちの練り物に野菜のミンチを混ぜ込みます。こんな感じ。ラップで棒状に包んでいきます。保存料が入っていないため、ぶっちほど太くすると使いにくいと思い、半分の量で包みたいと思います。ぶっちは低温調理と記載されていたので、細い方が短時間で低温調理ができると思い、スリムぶっちに形成したいと思います。こんな感じ。これを低温調理していきます。密閉式ジッパー袋に入れます。浮き上がらないように空気を抜いて、鍋でジッパー袋が溶けないように布で覆っておきます。これを沸騰した鍋に入れます。火は切ってあります。このままゆっくり火が通っていくのを待ちます。ぶっちのホームページでは15分間の低温調理をすると載っていましたが、生だと怖いので1時間置いてみました。どんな感じにできたかな？温度が高かったのか、ラップがしっかり巻けていなかったのか、肉汁が漏れてしまっていました。黄金の出汁なので、ご飯の時にかけてあげようと思います。それでは切ってみようと思います。初めてにしてはなかなかの出来だと思いませんか？ずっとそばで応援してくれていた美咲に試食してもらおうと思います。食べてみる？飲み込んじゃった。おいしい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 。はい、よかったね。当ててくるね。うん、ゆきゆき。